はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日オーダーできましたのはこちら、ウルラですね。オーダーありがとうございます。はい、前回と引き続きね、同じオーダー様からの作品で第4弾目となっております。はい、今回のカバーの方がクロムエクセルレザーですね。もう本当にね、このカバーは、メンテナンスがね、あんまり必要性はないので、いろいろね、細かいこと気にせずガンガンお使いいただける革となっております。はい、外装ブラック、内装の方がバーガンディの人気の配色ですね。糸の方がビニモ MBT のホワイト、金具の方が真鍮ゴールドですね。はい、外装の方ね、右下、ハトメ&コバンカンご希望でしたので、こんな感じで取り付けてございます。コバの方染色ありでしたので、染色済みの上に、フノルトミツロではないんですが、ちょっと違う薬品でね、コバの方を下手させていただいております。もうツルツルになっております。はい、内装見ていきましょう。よいしょ。はい、内装の方はこんな感じね。床面の方、ビッグ丸スタンプご希望でしたので、しっかり入っております。で、このウルラは、千円札と、お札をね、千円じゃない、お札を、二つ折りにして、収納することももちろん可能ですし、折らずともね、この後ろのフラップの下に、かませることでね、折らずに収納可能にもなっております。はい、上部ポケットこんな感じでついております。で、中央の方は、まあ、通し待ちね、こんな感じでついておりますので、だいたいカード20とかね、普通に入ります。もっと革が馴染んでくれば、もっともっとね、入るような設計になっているので。はい。で、小銭入れ、フロントの方ね、丸刻印ご希望でしたので、こんな感じで入っております。フラップタイプの小銭入れで、はい、内装の方に1枚革仕込んでございますので、このね、仕込み革がね、結構重要で、小銭入れのね、出し入れしやすくなるっていうのは、まあ、この革のおかげですよね。はい、両サイドにも待ちついておりますので、非常にね、使い勝手はよろしいかと思います。で、フラップタイプね、締めにくいとかそういうね、ちょっと悩んでる方いらっしゃるんですが、基本的にもう何回もでこれ言ってるんですけど、この膨らみの一点に対して、上蓋のこの一点が重なれば、自然とあとは締まっていく設計なので、ここね、少しだけこんな感じで噛ませることで、締められますので。で、開けるときもこの横幅のカッティングに指を引っ掛けるようにしてあるんでね。はい、こんな感じで、すごいね、スムーズに使うことができます。はい、一応こんな感じかな。はい、一応こんな感じでね、完成いたしましたので、ぜひね、動画の方でご確認の方お願いいたします。これからね、はい、あと残り何個だ ?3 つぐらいウォレットあるのかな。現在ね、制作取り掛かっておりますので、もう少々ね、お待ちくださいませ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。